多部未華子、34、松下洸平、36、今田美桜、26、菅野楓玉、24、の4人が、クアトロ主演を務める木曜劇場、一番好きな花、フジテレビ系が、10月12日の夜10時から初回20分拡大でスタートする。同作は、22年10月期に同枠で放送され、社会現象とも呼ばれた、サイレントで、プロデュースを務めた村瀬健志と脚本家の生方美久氏が、再びタッグを組むことが話題になっている。この物語の主人公は、学習塾の講師、塩行恵、多部、会社員、春木椿、松下、美容師、新設よよ、今田、イラストレーターの夢を追いかける青年、佐藤光陽、官能という、年齢も性別も育ってきた環境も全く違う4人の男女。行恵は唯一心を許せた男友達と、彼の結婚を機に疎遠になってしまう。椿は結婚寸前だった恋人を、彼女の男友達に奪われる。ヨヨは異性と友達でいたいのに、勝手に恋愛を迫られてしまう。光陽は本音で向き合える人がいないという思いを抱えていた。そんなある日、ふとした出来事をきっかけに、4人が巡り合うことに。ドラマ公式サイトには、新たな時代の友情の物語であり、同時に恋愛も含めた愛の物語とあります。ありがちの男女間の恋愛ではなく、もう一歩踏み込んだ男女関係を描いていくことで、時代に合った新しい物語になりそうです。芸能ライター、複雑なテーマを支える盤石の制作体制、現代的な男女関係というと、前期放送のこっち向いて読む海君、日本テレビ系を思い出す。あちらは、全話平均視聴率が 5.0%、ビデオリサーチ調べ、関東地区と爆死に終わったが、向井くんは意欲的な作品でしたが、会話での説明が多く、内容が伝わりきれなかった。一方、今作は、感情を丁寧に描いていくそうなので、サイレントのように、ゆったりしたタイム感で、複雑な感情をしっかり描いていくでしょう。向井くんのような消化不良にはならないと思います。全道、発表されたメイン4人の演技力は十分。特に多部と松下は村瀬プロデューサーへの期待が大きく、脚本が当て書きで作られるという。脇を固める俳優陣も、中野多賀、30、上田麻美、38、田辺桃子、24、などと盤石。オリジナル脚本のため先が読めず、考察も盛り上がりそうで、サイレントを超えるヒットになる可能性は十分にある。画像、松下洸平、反則ですよ。おでんの多国しもぐもぐムービーに心もほっこり。秋の夜にずっと眺めていたい動画。